さあ、ザス。じゃあ、ザス。今から、行ったよ。行っちゃいますよ。万馬券当てに行きますんで。はい。万馬券。今日は、カイゼンの社長の金。はい。1000万使ってありますんで。さよなら、さよなら、さよなら。ちょっと前、緩かったですもんね。130万円で、はい。ビトン行って、はい。モンクレール行って、って、結局50万しか使えなかったんですよ。ああ、はい。今回1000万社長経費削減するよね。見とけよハゲハゲー。誰か突っ込まんかい。寝てくださいよこれ。もう私も初めてこんなん持ちましたもん。あ、マジやばいですよね。こんなん持ったことないですよ。はい、どうですか、気持ちいいですか。いや欲しいですね。欲しいですか。いやもうこれあったら会社辞めて、はい、はい、生活しますね。会社辞めて1000万で生活できんぐらいですか。多分だって今日1日、まあ、1日で使うんですよ、ね、それ考えたら何も生活できんですよ、まあ、でも1日で使って勝てばいいんですよ、はい、まあ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 何倍にもなって、はい、何倍にもすれば問題ないです、はい、僕寺西君と昔っすよ、だいぶ。ああ、なんか言ってましたね。まあ、パチンコ行ったじゃないですか。はい。その時緩かったわ、十何万だからね。ただまあ今回1000万じゃん。はい。それだって倍になっても2000万だからね。じゃあ1000万持っていけるだろ、俺ら。確かに、そうですよね、うん、そうそうそう、だってめちゃくちゃいいんだって。でまあちなみに今今回の企画なんですけど、とりあえず1000万下ろしてきてもらって、はい。で、その金を今日全部使おうっていうことで。はい。まずとりあえずは、はい、行きましょう。はい、競馬場で使います、はい、見とってください。ちょっと僕ね、競馬でお金使おうかなと思ったんですけど、はい、なんとね、はい、今ここ多分見えると思うんですけど、名古屋競馬場ね、はい、今名古屋競馬場に来たら工事中でやってないんですよ。そうなんですよ。社長に電話してね、はい、ちょっと絶対すぐ飛んでくるんで、飛んできますね、マジで。でそしたらまたちょっと僕ら別の場所に行くんで、はいはいはい。でも社長もぐる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 回して会社の1000万バカ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 使ったのかなと思ってるんで。ああ、いいですね。じゃあちょっと社長に電話してみます。もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ。社長、お疲れです。何、何はい。いや、今日はデートしようかなと思って、リリーちゃんと。はい、別にデートしないじゃん。俺にかけてきてるってことはもう分かっとなって思うんだね。社長、あ、ちょっといいですか、これ見てもらっていいです。もういいって。いや、これ見てください、これ、はい、見てくださいよ。なんだお前、なんでそんな金置いてやんだって。どうしたの、また。はい、まだ使ってないです、まだ使ってないです。使ってないじゃん、出したやつがガンだろう。いやでも、今日じゃあなんでそんな金額やんの、お前盗まれたらどうするんだ、そんなもん。いや、今日はこれを倍にするんで。はい。倍にするんです、倍にならんで。もう倍、はい、倍どころか3倍、4倍になるかもしれないですね。そうですね。はい、俺が1年頑張っとんだのにそんなにならんのに、お前ふざけんじゃねえよ。だって最初からお前もっと給料上がっとるわ、お前そのパターンいっぱいに。とりあえず今ちょっと見てくださいよ、これ。もういいって。後ろ見てください。今どこにおると思うんですか、これ。見てください。どこ。はい、競馬場っす。お前マジでしょ、それは。万馬券、万馬券やってきます。 YouTube でもそれは万馬券じゃないの。お前帰ってきて、どこの競馬場。ドンコース一番近いんで。ちょ、まあいいってよ、お前。とりあえず万馬券中で100万円くらい買ってきます。ほんとにもうそれも偉いですよ、さすがに偉いですよ。ちょ、あ、リリー絶対やってるんで。お前、さすがに偉いですよ。はい、とりあえずちょっと、あかん。とりあえず社長、ちょっと万馬券やってくるね。ちょ、お前本当に使ったら、ちょ、お前ほんとにそれ、シャレにならんて。中ちょっとどんどん騒ぎじゃねえ。中通話禁止なんですよ。ちょ、もういいってもう。あれなんですよね。お前ほんと、ちょ、おい、テラ、お前ほんとにいい加減しとけよ。お前、それ使ったら、ちょ、前よ、今から行くわ。ちょっと、お前ほんとに使うなよ、それ。とりあえず、ちょっと中入るんで、では行きまーす。行きまーす。次行くとこ決まっとるな、俺。そうですね、次どこ行きますかって、社長からまた電話かかってきます。え、社長から電話かかってきます。古虫。そうですよね、虫ですね。虫ですよ。次はどこに行く予定ですか。今からちょっとボートレース行きますわ。そこでもお金をいっぱい使うっていう風に社長に脅しをかけまくって。で、競馬と言ったらもう次ボートレースしかないでしょ。そうなんですか。でボートレースって夢があるじゃないですか。そうなんですか。そうなんですか。だってあれだ、誰でしたっけ。何十億、何百億になるわけじゃないですか。はい、それ仕事してんでもいいですもんね。確かに。そうですね、ずっと遊んでいけるですもんね。夢あります。あ、勝った。俺、全然着拳してなかった。あ、おい、でかかって。運転中危ないんで。運転中危ないよね。はい、そうですよね。やめた方がいいですね。うん、やめた方がいい。運転中危ない。ちょっととりあえず、買ってきます。はい。買ってきましょう。はい。もう、ボートピアに着きますんで。とりあえず、車止めて。はい。まあ、ボートピアで、500万使います。はい、おー。
待っててください。絶対買ってきますんで。ボードビアまで、レッツゴー。ゴー。で、まあ今ちょうどね、着いたんで、まあ社長からさっき電話かかってきたんです、はい、さっき。そう、めっちゃかかってきました、ね。めちゃかかってきたじゃないですか。はい、とりあえず社長にちょっと電話してみます。そうですね、今の状況の報告、ポートピアにっていう報告をまず社長に報告だけね。で、ちょっと今から500万円使いますんでっていうことは、はい、はい、早速。あ、もしもし。どこ、どこにいるの今は。今ポートピア名古屋ですね。あの協定、協定ですね、協定。はい、協定じゃねえや、は協定。はい、はい、何やったんだお前ら。今日です。どんこキャバ嬢でもやってなかったやんけ。いや、やってなかったんで、お金使えなかったんで。だからちょっとまた来たんですよ、別のところに。いいじゃん、帰ってこいって言って。どんどん行くわ。協定ですね。あの、はい、ボートピア名古屋です。ボートピア名古屋です。じゃもういいってよお前。お前本当にお金使ったら殺すの。俺も今ちょうだい、どんこキャバ嬢来たんじゃん。マジですか。使ったらかんぞ、全然ほんと。はい。じゃあまずいぞ、お前ら本当にもう給料から払わせるぞマジで。いや、とりあえずちょっとあの行ってきます。とりあえずあの馬券売り場のとこ行ってきます。はい、行ってきます行ってきます。めちゃくちゃテンパっておりやばいですね。めちゃくちゃかかってきた。とりあえず出ましょうか。とりあえず出てみます。こっち。もしお前手や、ちょっとお前。はい。いや、なんで切っとんだってお前。いや、すいません、社長、もう、場内、電話禁止したので、ちょっと切りますね。はい、ちょっと今から入りますので。ちょっと今から入るんで。すいません、行ってきまーす。行ってきまーす。行ってきます。めちゃくちゃ。やばい。おいおいおい。めっちゃ電波ってます。とりあえず、ちょっと場内、場内行こうか。ちょっと馬券買ってきますわ、マジ。馬券っていうか、なんていうの券。お待ちしてます。はい。買ってきたい。全通り買ってきたったわ。全通り。はい、俺らさ、そのままもう出るじゃん。社長来るっつったやん、さっき。はいはいはい。だいぶすぐパパって出なあかんで。そうですよね。社長が来る前に。多分来ると思うんで。しゃー、じゃあ次はね。はい。まあ次はもう本当に当たったらね、すごいよ、マジで。めちゃくちゃすごい。まあ次見ててください、視聴者さん。はい。絶対今日1000万使ったらで。まあとりあえずね、今からちょっと行きますんで。はい、それまで少々お待ちください。うん、それまで少々待ちの社長、多分明日の朝髪の毛バーン入るかもしれない。じゃあ着いたな、次行きましょう。え、これはここでは何をする感じですかね。一、はい、つしかないじゃないですか。何ですか。ここ港区で、はい、一番宝くじが当たるところなんですよ。あ、そういうことですね。宝くじですね。うん、いいですね。奥ですからね。やばいですね。いや、それで当たったらめっちゃいいのにって感じですよね、本当に。じゃあ着いた。着きました。ポートモーク。ここなんかもう港で一番宝くじめちゃくちゃ当たるらしいで。そうなんですよ、なんかググったらそう出てきたんで。はい、ここで一攫千金。はい、じゃあとりあえずちょっと社長に電話しましょうか。もしもし、おざす。お疲れ様です。ポートモークじゃん。あ、ちょはい、どうも。どこにもいないです。何やっとんの、アピト。いや、アピトじゃないです。お前どうしたの。はい、買いました。ちょ、金使うねん、マジで。いや、ちょ、ボートビアで金使ったんです。金全部使えなかったんですよ。お前映せよ、ほんと。はい。リリちゃんと文句言えんがやつめ。これ、金全部使えなかったんで。たぶらかしそうな、お前。リリちゃんたぶらかした。いや、たぶらかしてないっすよ。いや、まあ、たぶらかしない、たぶらかされてないですよ。お前が悪いんだ、ポード。はい、いや、じゃあ、ポードじゃないっすって。あ、ポードが見えとるってよ。ちょ、やべ、ちょ、たぶん来るぞ、すげえ。やばいです。絶対行きますね、これ。とりあえず隠れます。いや、疲れた。めっちゃ疲れましたね。マジで久しぶりにダッシュしました。久しぶりにダッシュした。いや、まあまあ近いからね。いや、来るんじゃないですか、マジ社長。来るんかな。あんまり社長出てこい。社長やばいやばいやばい。マジやばい。マジですれ違うと。やばい、U ターンしてくるんじゃないですか、マジ。やばいですね。追っかけてくるっすか。いや、どうだろう、今のとこまだ大丈夫そうですけど。まあ大丈夫っすか。はい、どこだ。いや、今と、あれですね、コンビニです。はコンビニです。コンビニじゃねえだろ、お前。すれ違って、お前駆け寄ったろ。バレました、あれ。はい、お前あれだろ、宝くじ売り場だろ。宝くじ、いや、別のところ行ってます。何別のところ行ってます、宝くじ売り場。もういいって、もう帰ってこい。ちょうど使った？使ってない？いや、一応500万だけ使いました。残りあと500万あるっす。はい。いや、
前簡単に言うねん、お前年収だろお前の。いや、ちょうどまずいぞ。全通り買っちゃいました。全通り、あ、全通り買っちゃいましたね。何を買ったの？協定で馬券っすね、協定。いや、まだ当たったか分かんないです。レース見てないんで。レース見てないんで、とりあえず買うだけ買っちゃいましたね。500万円分。見てください。買ったんで。全通りっす、一応。3つ全通りっすね。いくら？さ、500万無駄でしょ。いや、で一口、例えば1、2、3とかで30万なんで。うん。全通りだと、かける18とかで200とか300とか全然楽勝に行きます。楽勝に行きますじゃないって、お前楽勝に天国送ったら。わかりました。一回じゃあとりあえず事務所戻ります。ほんと戻ってもらうよ。はい、戻ります。まあまあ怒っとったね。怒ってますね。どうですかね、折れますか。ある。なんか人を立てる社長？あれ座ってないでしょ。そう。マジで？マジ早くね。早いよ。早いよ。帰ってくるの早いか。あ、ちょっと立ってないじゃない。やばい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 。やばい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 マジでやばい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 やちょっと怖かったな俺ちょっとでもあれマジでやばいやべえやマジで怖かったマジで切れとったらちょっといやあれはマジでやばいどうするやどうするもう立ってないですね。あ、もういないね。あ、やばあ、もうおらんだったらなんか入りやすいよ、なんか。それで、ここにおんのはマジでもう、分かったっすね。圧迫感やばいですね。とりあえず、まぁ、ちょっとカメラ回してけど、ずっと。はい。やったんだ、本当は。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でしたね。はい、です。いや危ない、差別。あ、回しげ、回しげ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、やっとんだ、ほんとに。バカ、怪我した。ほんとに使ったの。回しげ、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 回しあ、嘘でしょ。いやでも当たってるかもしれないです、社長。当たってるかもしれない。言ってるんだろ、はい、お前は絶対当たってるかもしれない。社長どういうことだね。社長え、500万ちょっと貸してください。ちょっと貸すあの、500万す持っとるやん、お前。えいや、社長表面だけですね、もう2枚だけです。後ろと前のなんか2枚とダメ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 、カメラ回しげ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 、プロレスの音がやばい、やばい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 、スマホだ、やばいやばいやばい。1歳半を迎え、ますます元気なシャンシャン。現在の体重は 37.8 キロで、健康状態は良好です。いや、リングじゃないです、リングじゃないです。いや、知らないです。これ本物やと思ってます。1000万円使いますって。もうそろそろいいやろ。もうそろそろいいやろ。もうね、この分からんすよ。こんな普通にパッとするの。本物だろ。上のあの2万円は本物ですね。はい。なんで合計前20万円結構あるよ。20万円分かりましたけど、はい。なんかこれ俺の金、ね、はい。まあそれはお返しするつもりだったんで、はい、朝日見てないですか。あ、いや見てない見てない。まだ見た朝日のコメントがしちゃう。結構コメントあれだったぞ。さすがに社長の金持ってくるのまずいでしょ。ただの泥棒や。まあ、いや元泥棒よりひどいけど社長。なんだら、うん、はい、閉めとけよ。はい、いやいや、閉めましょうか。また見てねー。まぁ、今回ちょっとね、こういう企画だったんですけど、
まあ、今度はガチで、はい、まあ、ちょっと次ビトン行こうかなと思ってるんで、はい、行きますかビトン。 あんまりちょっと言えんですけど先生、聞こえます、はい、聞こえるんで、まず今度ちょっとお金 使うんでね。そうですね、はい、ぜひまたちょっと面白い動画など上げていきますんで、はい、チャンネル登録といいねですね、お願いします。よろしくです。まだ見てねー。まだ見てねー。